の大熱量し聴覚と共にあり。私の術で。うん？弟よ。王天にあだます者には天罰を。天の声を聞かぬ者どもよ。凍てつくつぶてで魂を砕かれよ。すげえ氷が降ってきたぞ。食らったらただじゃ済まねえ。Thank you.
地を行く者に試練はつきものぞ。地を制する方が戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。剣の奇跡よ。私の策受けてもらう。へい、閉じるな。慌てては敵の思うつもだ。お見事、お見せつけてくれました。死の奇跡。昇格は祭壇か。よし、我らで奴を撃つ。倒れられては困る。これを使いたまえ。その勢い、誰にも止められますまい。強制の防衛術、見せて神勢を兼ね。剣の奇跡よ。私の策、受けてもらう。くそ、俺としたことが、まんまとはめられたか。邪魔する。お主がわしの相手か。さあ、今こそ天に祈りを。いわだなすもんぐらにそばきよ。私は知略にも長けているのだ。これぞ剣の奇跡。行くぞ。安心してやろう。幕末ども、剣の声を聞くぐらいよい。敵の要所を落とす。みな、続け。お見事、見せつけてくれますな。暴きの時は来た。お見事、見せつけてくれますな。お見事、見せつけてくれますな。の私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。みんな、兄上に。続くのだ。王天の世の到来は近い。の策受けてもらう。へい、閉じるな。当てては敵の思うつもだ。これより入
海水の地にして引けば最後命はないと思え。強さです。そしてその仲間。兄上、これは部が悪いかもしれません。兵庫たち、これは天が我に与えた試練。我らの団結を見せる時です。承知しました。この試練の時に。力を一つに。私の策、受けてもらう。様は長官か。なかなかの男よ。だが、まやかしで奪えるほど手を回すくない。さてと、お前らの極限も見飽きたな。そろそろ倒すけどいいよな。私は極限と言ったか。許さぬぞ。見せつけてくれますな。に倒れられては困る。これを使いたまえ。
力を授けたまえ。私の策を受けてもらう。続くたまえ。これぞ剣の奇跡よ。突出すればどうやる。身をもって知るなよ。なんという武勇、我に力を
射的し我が裁きを下した。獣たちの王妻よ、さあその身に天の怒りを刻むがいい。敵総大将家臣は倒れた。これこそ兄上が天意を示した結果である。蒼天すでに死し、光天まさに立つべし。我らの道の正しさが今示されたのだ。ん、この勝利は我らの団結によるもの。さあ同志たちよ、黄金の世の幕開けぞ。